生徒におもねらず徹底的に勉強を教え鍛え上げることが自分の理想の教育である。この理想はお捨てになったんですか？生徒に愛情を示すことが大事だと気づいたんです。あなたの言う愛情とは目立つ生徒のご機嫌を取って目立たない生徒を黙殺することですか？何ですって？大多数の生徒に好かれるためにいじめに遭っている子を犠牲にすることかと聞いてるんです。私ははじめあなたが指揮棒を振って生徒たちを操っているものだとばかり思ってました。しかし違ったんですね。まさに買いかぶりすぎだったんです。あなたにそんな能力はなかったんだ。いじめはなかったとしているのはあなたではなく生徒自身。指揮をしているのはおそらく青山俊でしょう。あなたは彼らの方針に従っているだけだ。彼らの顔色を伺い嫌われないよう必死で笑顔を作っているだけ。合唱隊の前で指揮棒を振っているように見えて実は一番後ろでうつむいて口パクをしているのがあなただったんだ。今のあなたは成長した姿なんかじゃありません。失敗によって理想を捨て生徒に媚びへつらうことを選択した卑怯者です。いいですね。その目ですよ。その目のあなたと話したかった。わかりますよ。生徒に厳しく当たって嫌われるのは辛いですものね。保護者や学校と戦うのは疲れますものね。理想なんて捨ててしまった方がよっぽどいい。生徒に好かれる先生やって笑顔で歌を歌っていればそれでいい。みんなの言いなりになっていれば楽ちんだし、学校一の人気者、気持ちいいったらありゃしない。目立たないガキが一人いじめに遭ってることなんて気にしない気にしない。私のクラスだ、最高のクラスなんだもの。あんたに何がわかるんだよ。教師って仕事はあんたが思ってるほど単純じゃないんだよ。教師にはね、やらなきゃならない仕事が山ほどあるの。無意味な会議、バカ親どものクレーム処理、マナーも知らないガキのしつけ、教育委員会のジジイどものご機嫌取り。クラスで問題が起きようものなら授業どころの騒ぎじゃない。なのに教師は体罰の一つも許されない。こんなんでどうやって理想なんて言えばいいんだよ。クラス運営を守らなきゃならないの。それで精一杯なんだよ。小暮和彦もあんたが守らなきゃならない生徒の一人だろう。4年前あなたは確かに失敗した。しかし目立たない生徒の中にはあなたのやり方を支持し密かに慕っていた生徒だっていたはずです。小暮和彦はおそらくそういう生徒の一人でしょう。私が聞きたいことはただ一つ。小暮和彦がいじめに遭っていたかどうかです。それはすでに証言した。証言したのは先ほどのあなただ。私が質問したい相手は違います。それは羊飼いであることを放棄し思考停止と羊の群れの一匹になり下がったあなたじゃない。生徒や学校とぶつかりながらも必死で戦いもがき苦しんでいた4年前のあなたです。あの頃のあなたならどう答えますか？もう一度聞きます。藤井先生、小暮和彦はいじめに遭っていましたか？羊飼いに戻るなら今です。小暮君は いじめに遭っていました。職員会議で報告しましたが
うやむやにされました。